こんにちは、ハリーです。今回は松永坂の動画になります。最初にいろんな新機体、3機体とあとは強機体を載せようと思ったんですけど、僕がちょっと乗れないのもあって、今作いろいろ情報をもらってまた一段と面白くなった松永坂の動画を上げようと思いました。今作なんですけど、松永ザクの強化点としては機動力が上がったで、アシストが前までは4発で打ち切りリロードの20秒だったかなだったんですけど、今回は6秒リロードの2発、しかもこのアシスト飛ばす球が強くて前も向くんで、かなり高性能なアシストになってます。でマシンガンは変わらず3発よろけ、3ヒットよろけで、で、弾数は増えたんかな。あとは手動リロードにもなってるんで、もう強いマシンガンどん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 巻いていく感じのキャラですね。で、サブは変わらずの、特格が先行弾なんですけど、これも強化されてんのかな。前より当たる気がするんで、もしかしたらその先行弾の範囲が広がってるのかな。広がってる可能性あります。あとは着弾が速くなってる気がする。あと、強化点が、チャージですね。チャージの、このクラッカー、バフ風が広くなってて、距離も伸びたんかな。前よりなんか横に曲がるんで、相手の移動に刺したりとか、着地してからの、進行方向に、バサーゴのサブとか、ドレノの横枠みたいに置いて、当てるようになりました。前はでも狙えたんですけど、そこまで曲がらなくて、バック風も小さかったんで、当たらなかったんですけど、今回はちゃんと曲がるし、バック風が広いんで当たります。このキャラ、基本はメインを打ちながらサブキャンして、アメキャンして、ずっと弾幕を巻いて、で近づいたらチャージを曲げて、当てていくか、あとは着地に突角ですね。着地に突角か、チャージを当てる。みたいになってます。中距離はもう適当にもうマシンを落としかないんで。松永ザクの紹介はこんな感じですね。それではじゃあ試合に移りましょう。対面が、ガンキャノンとフラウロス。で、相方がサバーニですね。ここは相手フラウス半分で、ガンキャノンも少ないんで、相方620あるから、ここはまあ中距離したらいいんですけど、タイマーになってるんで、ここでブーストより取って攻め系して先行弾投げて、ここでアメキャン戦。このアシストほんまにやばないですか。近かったら横に引っかかるし、で飛ばす球もすごい誘導するんで、で強よろけ。このアシストね、6秒リロードの割には性能良すぎる気がするんですけどね、2000なかったらトップクラスでいいアシストだと思います。で、2戦目も同じフラウロスとガンキャノンですね。これリターマンされたんで、もうここは、向こうも動画投稿してる相手なんで、はい、やり返してることで、取ってきました。ここも、さっきガンキャノンを抑えたんで、ガンキャノンを抑える立ち回りにしようと思ったんですけど、ここでキヨ君が逆に松永を抑えに来て、タイマン状態ですね。でもフラウロスと松永とタイマーやったら、僕的には中距離やったらまあ五分、いや松永は強いかな。近距離やったらこのクラッカーあるんで、こっちはちょっと有利やとは思うんですけど、フラウロスも特殊があるから、そこは読みでちゃんと避けないといけないんですけど、避けたら避けたら向こう落下不足ない。でここをキヨ君そのまま狙って先行弾からダウン取ると。まだ追ってくるんで、ここは、記憶見ながら、ガードで耐えて、これ、ちゃんと相方が取ってきましたね。相方、このままノーダメなんで、ここは、松永ちょっと強気に前部して、もうアシストがほんまにやばい、これ、クラッカーも。ちょっとね、怒り取る。これもそうです。地面に当たったら、すぐ爆発するんで、向こうが、ステップ、起き上がりステップとか、あとはチャージ、足止める武装を打ったりとかすると、ように無敵時間消えるんで当たったりします。ここは落ちたんで相方464で覚醒して、ここはもうそのままキヨ君を狙うかガンキャノン狙
ああ、もう相手少ない方を狙いましょうか。ガンキャノンからやったら逃げれると思うんで、サバーニャ。この時のサバーニャ、あの前席サバーニャなんで、撮影前席サバーニャね、逃げれるでしょ。逃げれんかったらもう、その乗ってるやつが下手か、タイミングが上手いだけなんで。タイミングが上手くても相当無理やけどね。このクラッカーも中距離で当たるようになったんで、前作やと多分中距離ではあのクラッカーの当たり方はしないとは思うんですよ。だからこれ、すごい、高性能なチャージもらいましたね。チャージとアシスト。で、最後にマシンガンでガンキャノンを仕留めて、2試合目終了ですね。それでは3試合目見ていきましょう。3試合目の相手が、サバーニャドレオン。サバーニャミラーで、低コストは、まあ、ドレーノ対松永なんですけど、松永ね、あれなんですよ、ドレーノが前世紀の時でも見合う分には中継するにはそんなに辛くなかったんですけどね、この覚醒がね弱いんですよ松永。僕 C にしてるんですけど、みんな他の人は S なんで、多分 S の方が強いんですけどね、僕覚醒下手やから、とりあえず C 角にして、あの覚醒だけ相方に渡して頑張ってもらおうかなっていう考えでやったんですけど、このゲームやっぱもう1ヶ月ぐらい稼働して C 角がそんなに強くないんですよね、正直。バンシーとかフォンハルシャーとか、ああいう永続系はその HP 調整で抜けたりとかしたら強いんですけど、それ以外にちょっと強みがあまりないんで、松永は今 C にしてますけど、 S とか F とかの方が僕はいいと思います。これサバーニャちょっとミリか、あと120ぐらいなんで、ここは気をつけてアメキャンするが、これ運ゲーですね。あのサバーニャの特殊はね、あのずっと巻き部からそうなんですけど、じゃあ巻き部音か、あの中距離で何も打たずに横に旋回してたら A の特殊当たらないんで、攻撃判定出すと機体の判定でかくなるんですよ、昔から。このバーサスシリーズって体が動くから、それで N 特殊って当たっちゃうんですよ。だから中距離でサバーニャの N 特殊何も打たずに旋回したら何も当たらないです。まあ、サバーニャの対策みたいになってますけど、で中距離でビームとか打ったり、あの何かしら行動すると、あのキャラのその当たり判定が変わるんで、あれですね、当たっちゃうんですよ。あのよくあるサバーニャの N 特殊を見てからガードするじゃないですか。でちょっと遅れてでガードするんですけど、初め当たってないのにガードし始めてから、あのガードのエフェクトででしょ、あれそういうことです。ガードするとあの体の当たり判定、ガード判定めっちゃでかいんで、あんな感じで、まあ、サバーニャの話になっちゃったんですけど、 N 特殊はあの攻撃判定とか出したりステップを踏むと当たりますね。まあ、旋回したらダメです。それ分かってると結構レバー特殊してから出ないんですけど。では、最後の試合ですね。第4試合か。で対面がフルコーンとブレイブをして、ブレイブをしてじゃない。ブレイブですね。まあ、いつも同様の北海道の奴らですよ。まあ、最近ガンくんはなんか、折れて、ツイッターいなくなったらしいんですけど、もう元気してもここは、うまいこと迎撃して、ブレイブも迎撃して、これ、流れ、すごいいいんで、流れを取られないように、ここはフルコーンダブローですね。クラッカー投げたいが投げれず、着地で、さすがに食らいますね。フルコーンやっぱり低コスト能力がすごい高いんで、あまり、松永からすると迎撃武装があまりないから、ここ僕あんまり使ってないんですけど、その下角あるじゃないですか。下角。斧投げなんですけど、サザビーとかみたいに。下角から二次捨てアメキャンが、前作よりなんか、感性乗って移動するみたいなんで、そこは取り入れた方が良さそうですね。格闘機来たら、下角投げて、下角投げて、バックステアメキャンすると、あの、感性が乗るみたいで。格闘機には、多分それがかなり有効かもしれないです。まあ、置き詰めされたらもう、あの、お願いクラッカーと、あとは、もうチャージ。メインチャージ、下チャージあるんで、下チャージは結構。これ、ミスって、横移動からおとして、ミスりましたけど、まあ、下チャージがすごい格闘技にいいみたいです。ここは冷静に逃げて逃げて、最後食らうんですよ。ここで C 角吐くか迷ったんですけど、やっぱ抜けて吐くよりは、まあ、落ちてないなら、このまま C 角、あの、長めに使って、ちょっとでも相方に覚醒ゲージ上げたらいいなと思ったんで、
使いませんし、どうせ僕は3教室するんで。で、ここ相方が29なんで、フルコーンが多分押しに、落としに来るんですよ。だから、僕も一緒にフルコーンダブルをして、サバーニャ落とされないように、こうね、足早いやつね、追うときに何も当たらないんでね、松永。そこがちょっと、もっとチャージを対応したらいいんかなと思うんですけど、ここで相手あがいて、メイン打ちながら、先行弾でめくって、フィニッシュですね。先行弾、相手が自分より上にいたら、後ろを飛んでめくれるんで、これも使えます。これで、松永ザクの視点は終わります。ご視聴ありがとうございました。